CO ビット作戦は、1964年、アメリカ海軍が実施した燃料無補給での世界一集公開のこと。右下から、原子力空母エンタープライズ原子力ミサイル、巡洋艦、ロングビーチ原子力共同ミサイルフリゲート、ベーンブリッジ公開の実施にあたった第一任務、部隊は、原子力空母、エンタープライズ、原子力ミサイル巡洋艦、ロングビーチ、 原子力共同ミサイルフリゲート艦、ベインブリッジの3隻の原子力推進艦からなり、65日間をかけて燃料無補給世界一周を達成した。第1任務部隊は、1964年7月31日に出航した。第1任務部隊は、ラバト、ダカール、フリータウン、モンドビア、アビジャン、ナイロビ、カラチ、フリーマントル、 メルボルン及びシドニー、ウェリントン、ブエノスアイレス、モンテビデオ、サントス、リオデジャネイロ、レシーフに寄港し、10月3日に帰還した。ただし、エンタープライズは、カラチ、シドニー、リオデジャネイロにしか入港していない。2004年7月30日、c o ビ i ト作戦40周年記念行事が、エンタープライズ環状で開催され、作戦の元参加者たちが参集した。 オペレーション C オービットベテランズセレブレイト 40th a ー n i v e ー s a r アボードビッグ E フロムネイビーニューススタンドありがとうございます